ハン・ジュンギ、ヒットマンだって、こいつの職業。やったね。すげえ心強いですよ。仲間になったよ。なわけで、蝶を助けに行かなきゃいけないということなんですよね。蝶さん、どこにいる？あ、ここか。もう近いわ、俺。うん。ある程度裏で進めてたんだよね。はい、行きましょう、もう。とっとと行こう。クリアしたい、俺は、そろそろ。もうクリアして2をやりたい。ああ、邪魔が入るな。まあいいや、ハン・ジュンギの戦闘スタイル見せていきましょう。めちゃくちゃスピード速いんですよ。絶対これ先手取れるんですよね。でも普通の攻撃でほら2、3、4発いっちゃうからね。おー、ハン・ジュンギやるね。で特技もねいっぱいあるんですよ。ほら、まあ一番そうですね、一番 MP 少ないこのホールドブローやっていきましょうか。もう見てください、これめっちゃ殴るんですよ、こいつ。ほら、うわ、掴んだだけで。そう、あそこでもめちゃくちゃ殴るんですよ、あいつ。ね、なんか私たちすごい見られてない？このところ顔を売りましたからね、あなた方は。いや、もし蝶が今も無事でいいんなら俺ら襲われたりしねえだろう。今にも襲ってくる感じなんだけど。じゃあ連中が襲ってきたら蝶はまずい状況ってわけだ。でも問題はどうやってそいつを確かめるか。そんなの先に進めば全部はっきりする。わあ。よよ道開けてくんねえか。俺ら蝶さんとはダチなんだ。一応確認だけど、ボスは蝶さんで会ってるよね。情報が古いぜ。それはもう何時間も前の話だ。あら、テイだっけ。テイだよね、確か。あいつテイ、テイかな。テイだよ、一番変態さんね。変態さん、やつはテイ、脇の下フェチの、ほう。その情報はコミジュリにもありませんでしたね。まだまだだな。何をごちゃごちゃ話してんだ。ああ、悪い悪い。で、数時間前まで蝶がボスってどういうこと？今のボスはラオマー。あの人はお前らの首に賞金をかけたぜ。賞金？一人1億。正直俺らは嫌いじゃねえが、さすがに1億積まれちゃうな。すまねえが俺のために死んでくれ。おーっと、お前。ハンピン・リューマン。来たか。さーて、じゃあ見せてもらいましょうか。さっきできなかったんで、このホールドブローをね、一人に固めましょう。見てください、これめっちゃ殴るんですよ、ほら。はい、パン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 。強っ。ラピッドショットっていうね、とうとうピストルがね、とうとうピストルが後ろのチームに入りましたよ。見てください、ほら。もう何も押す必要ないんだから、もう。オバーンってやっちゃうし、ほら。クレセントスラッシュ。三角2回か、ちょっと見てみましょうか。いくよ。来い。おー。ちょっとタイミング分からなかったね。お、来るか、テイ。来たよ、ハンピン・リューマン、テイ。テイだよね、こいつの名前。おわ、すげえ、声優と思ってんじゃんか、お前。セイヤー。脇の下舐めようとしやがって、この野郎。はっ、はっ、はっ、はっ。ハン・ジュンギ、テンション高いもん。もう肉の壁とか関係ないんだから。国籍関係ないんだから、もう。よし、じゃあね、ラオマー倒して蝶を仲間にするって、もうそんな感じでいいですか。うん、まあそうでしょう、きっと。足立さん、どいて。はい、なんだ、めちゃくちゃいいんじゃねえか。アンピン・リューマン、イエーイ。おー、いいね、追い打ちがそれだもん、最高だよ。よいしょ。なあ、はい、行きましょう、もうとっとと行ったらぜ。あ、もう準備できてるから。さあ、頼もう。ここか。あ？おー、何あれ。何あの虎、やばない？ちょっと。あいつと戦うの俺。うわ、ぽいわ。何こいつ。なんだ？ここは虎も嫌がる。はい、虎はお客様へのサービスとして連れてきている私の可愛いペット。ペット？サービス？ああ、ええ、腹をすかした凶暴な人食い虎が怒り狂う目の前で高級中華を優雅に堪能。スルリと優越感が同居するその感覚がたまらないと好評いただいている当店人気のサービスなのですよ。店も店だが客も客だな。趣味悪いぜ。皆様のような、愚民をこのフラーでおもてなしさせていただくのは少々不本意なのですが、やむを得ません。私自らメインディッシュをご馳走いたしましょう。行くぞ。え、何虎を。あ、こいつだけか。でも後でトラ来るでしょ、ほら、それ。普通に殴ってみるよ。はい、さっちゃん。来て、はい、バーン。イェーイ。
パラライズクロー、あ、来るよ、はい、ミスやっぱミスや、こいつ倒せ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 よ、終わらせろ終わらせろ、イエーイ、あ、来るか、やっぱり、あ、来るよ、トラ来るよ、あ、上逃げるのか、お前、おお、猛獣マジで、あー、お前卑怯だわ、あのさ、動物を攻撃はできないよ俺は、ちょっとおとなしくしてて、眼力効くか、この猛獣に、そりゃそうだわ出血しとんねんだから、シングルクロー、うおぉ、サッチャーもやめろ、あかん、サッチャー、やばい、あっしゃ、危ねえ、あ、ダブルクロー強撃てもう、めっちゃ効くやんこいつよっしゃ、これで経験値、はい、経験値も金ももらえるぜ、さあ終わらせよ、行くか、トワイリングビート、いけるか倒せるか、おい、やばいやばい、うーわー、あ、これで倒せると思う、ラピッドショットでお願い、これ倒せ、よーし、いやもう乱射するしかない、16万もらったぞ、すげえやっぱあれかな、高級料理店だからあんだけ金もらったのかな、ルビーもらったし、ほらとんでもねえもん落ちてるぞお前、アタチさんが一番弱えわ、蝶が仲間になったらもうアタチさんはもう完全にあれですね、ベンチ入りだわ今のところ、完全に蝶でしょ、蝶がね一番かっこいいと思うんだな、この竜がとで、お、この奥にマブチたちがいるのかしら、いる、おそらくな、何をしてくるかわからねえ、ああ、ここらで一度体勢を整えた方がいいかもな、セーブはできないんだよな、セーブはできないね、じゃあこのまま行っちゃいましょうか、えお、マブチ待ちかねたぜ、カスガ、お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた、その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ、部下に丸投げしてたんじゃねえの、うん、蝶はどこだ、この建物にいる、今んとこはな、あ、今んとこ、もうあの世に生きかけてる、なんだと、よう、わしらも手貸そか、マブちゃん、いえ結構です、石尾田さん、我々も安く見られるわけにはね、あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで、ラオマーの周りにいるのは手だれです、ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう、へえ、さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです、となるとですね、わかったわかった、いいよもう、半端ねえ状況ってことだろ、でも何聞かされたって関係ねえ、俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ、それだけわかってりゃ十分だそう邪険にしないでください、カスが一番やな、踊れが初対面で慣れ慣れしいな、あんたは荒川マスミっちゅう新参に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや、何、おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭、大工がちゃかぶっぱなした男や、それが今じゃピンピンしとる、はあ、わしら大工の隠し事を見てもうたんかもしれんの、カスガ、やつが天道だ、頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか、確かにいい堅いしてんな、お二方はそちらでくつろいでてください、これから一つ余興を楽しんでいただきます、何か訳ありみたいだな、口が聞ける程度には生かしとく、あとはたっ
っぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？ずいぶん気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。ガマスのように切り刻んでやるよ。またかマブチよ。やり方は一緒だよ。部下を倒してマブチ一人をフルボッコ。それです。じゃあこれで終わりましょう。はい、せーの、ポーン。55,800円か。そこそこな竜。おお。余興は終わりだ。次はてめえらだ。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの直れんなる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやで、あいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシュルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え？お前、だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバー、ナンバー。ナンちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか、悪え。また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いな、みんな。今日は俺の日だ。たく、まとめてやってるわ。石尾田玲治。まだ生きてたのかお前。俺のセリフだわ。俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。成長？こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよそのお約束って。まあ俺も手ぶらじゃカッコつかねえし、新しい技くらいは考えてきたぜ。
うん、マジか。さて、足立さん抜いたんだったら、そうね。うわ、多いな敵も。なめんなよ。ああ、怖えな。多分。プレゼントだ。よっしゃ、じゃあデリヘル使っちゃいます。はい、これですよ。 J さんお願いします。ジェイさんいいね。石尾だ、お前ビビって足がすくんでるじゃねえかよ。まあ、とりあえず、はい、さあブチギレの極め。何な、敵の調皮、嘘だ。じゃあ南波さん見せてください。新しい技覚えたんでしょ。これね、お、90も使うのか。 MP 他にもなんかあるかね。これ何、これ、ナンバー独自の蘇生術、戦闘不動の味方一体復活させる大技。あ、違うね、ナンバーさん。分かるよ。でもこいつを見せてください。うおー、いいね、派手だよ。いや、めっちゃ仕返しされてる。あいつに近づくと反撃食らうから、離れたところで攻撃すれば、ほら、しかもウィークポイントだし。パパ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 、めっちゃ効く、これ。ずーっと俺が攻撃してるよ、これ、ほんとに。ほら、もう次もなんちゃんだし。あー、ビビってるわ。あ、やばい、来たぞ。たぶん。あ、しかもミス。よっしゃ、じゃあこのホールドアトラスお願いします。何ですか。おお、すげえ、ダンサーのやつでしょこれ。あかん、おいおい、ふざけるなてめえ。おい、何してくれる、ナンバさんに。てめえ食らえ、臭い気。これは避けきれねえだろ、くさって。射撃はやめてくれ。反撃か、反撃ならいいぞ、避けるから、ナンバさん。っていうか離れすぎなんだよお前、そっち行くのがめんどくさいわ。ボス戦の時はこれ飲んでおこうと思ってます。はい、経験値増加。ブチギレの極み、あ、来たよ、ほらな。もうブチギレるわ、さすがにばっかブチギレるわ。もうガードしたし。じゃあこっちもブチギレの極みをお前にかますしかないな。くらい、ほら。殴るまでもなかった。5万円もらったわ。めっちゃジョブランク上がるやん、ナンバさん。お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ。数えちゃいねえよ。なあ、ナンバー、あんたこの後予定は。え、ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。あのよ、ん？こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。ああ、当たり前だろ。連中だな。おお、随分上からじゃねえか。マジでマジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。
確かにしょうがねえ連中だけど、お前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。あ、ちょ、ボロボロやんけ、ちょ。大丈夫かよ、あんた。そう見えるか、俺こんなに殴られて生まれて初めてなんだけど。いや、事件逃げてきた。いや、あいにくそうじゃない。え、来てくれ春日君、お前に会わせたい人がいる。悪いけど春日君一人だけ。大丈夫、すぐ済むから。おいおい、え、何、ちょっと、時間かかる？これもう1時間40分ぐらい収録してんだけど。うわー、この超ね、多分ムービーか、ムービーになっちゃうと思うんだよな。まあ、行ってみるか。セーブできる？ここセーブできねえな。じゃあ行きましょう。セーブできないんだもん。行くよ春日くん。こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ春日くん以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあね、と言いつつその人も近江連合なんだけど。名前は？聞いてない、教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。お久しぶりです、兄貴。ミツ、てめえ、ミツ、おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんか分かりませんが、兄貴に比べりゃマシだと思いますよ。どうしてたんだ。俺、無所出てから分からねえことだらけだ。お前、最近親さったわ。めったには会えません。雲の上の人ですから今のおやすさんは。そうらしいな。それでも俺は今も荒川組の組員です。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレりゃ始末されます。じゃあ俺とこうしてるのはやべえってことか。ええ、ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことが。え？荒川のおやすさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。アンピン・リューマンはこれからどうなるんだ。春日君も結構酷なこと聞くね。マブチのおかげでもうぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。オウミがその気できたらもう持たないね。そんなにひどいのか。ああ、すぐに立て直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんななりじゃねえ。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ？ああ、ハンピン・リューマンができた時の話は聞いた。でも今の俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめるのは柄じゃない気してたんだけど、俺親父が先代だったからさ。ちょっと待てって。じゃあ次の総帥って誰か当てはいんのか？一人タフでずぶとそうなのがいる。春日君も知ってるよ。は？誰だよ。孫飛さん。孫飛ってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか。今日まで狭い壁の中で
リューマンとコミジルは水と油だったけど、その壁が崩れそうな今、お互いに背中預けなきゃ自分たちの居場所は守れない。ああ、それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね。仮にそうなったとしても、偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど、ちょっと見えてきたぜ。おお、何が？孫悲がハンピン・リューマンを束ねりゃ、アジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんたは自分の部下だけじゃなく、コミジュルの連中も助けてやりたいんだろ。春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃうのな。あんたいいやつだよ。器もでけ、俺が見込んだ通り。だからやめろって。でもまあ、偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。青龍会も感謝してると思うね。青龍会が、なら、あの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。あ、貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あの人には聞きてえことがある。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思うよ？おお、いけると思うね。案外抜け目ないじゃん春日くん。じゃ、くれぐれも星野会長によろしく。青龍会のおっちゃんに会えということで、ここですね。で、特に周りにもサブイベントはないし、はい、じゃあ、そうっすね。いやー、長いこと収録したね。ここまで行ったの初めてだわ。今回はこれで終了します。ご視聴、あざっす。お疲れっす。